どうもお疲れ様です、まあ、こんな時代が来るとはねみたいなね枕言葉でいろんなことが今考えられるんですけども、まあ、その一つに私、ね、戦争ってものが、ねまあ、思い出されるんですよね戦争って今でもロシアウクライナとかあと世界を巻き込んだ代理戦争みたいな形で行われてますけどもいや以前戦争ってね兵隊とか戦車が陣地を取りながら 一進一退で進んでいったりとか会場で船と船がねこうやり合ったりとかっていうのでまさにバトル戦争ってものでしたけどもそれから時が進んでまあ、ミサイルとかね、えー、長距離兵器っていうのがあるじゃないですかあれっていうのは,攻撃する方は基本的に安全なんでですよでバシーンと撃つと相手の,あの陣地とかに被害を与えるってことをやるんですけども。 今は究極はドローンとかがあって無人攻撃が成り立つんですよね。ってことは戦場では無人対無人で戦っていってどっちかっつうとどっちが先にあの経済的に疲弊するかとかね資産がなるか資源がなくなるかっていうふうな消耗戦争になるのかなと消耗戦になるのかなと思うんですよ。うん、だってねあの 人間が進んでいってここがうちの陣地だぜって旗を立てているのをこうやって一進一退で進めていたのが昔の戦争だったわけなんですよなんか都市を占領したりとかってありましたけどね今はやっぱマウナポリとかをはじめ都市を焼き討ちにしておおよそもう利用価値ないわけじゃないですか街をもう値返しにして焼け野原にするわけですから確かにそこにはもうねあの相手の国の人は住めなくなるし。 あの工場も道路も破壊されてどうにもならないと思いますけどもせっかく取った陣地も焼け野原になればそこをねまた更地にして復興しなければならないっていうものすごい手間がかかるんですよね。本来戦闘ってのは相手の陣地を取って相手のその建物とか港とか線路ってそのまんま使えるのがあそのの まあ戦利品ってものだったと思いますけどもせっかく戦いに勝ってもねもうなんか焼け野原だったらどうするんやみたいなねそれこそペンペンクスも入らなくなっちゃったりとかするわけですよねで地雷が埋まっていたりとかしてあの戦闘に勝利した方も地雷撤去しないと使えなかったりとかするみたいなねで私もねあの宇宙船外幕とかね銀河エデ伝説とかっていうあの未来宇宙兵器ものとかねアニメで見ますけども でもなんか未来になっても戦艦に人が乗ってなんかこう戦場で戦わなくちゃいけないみたいなのはなんかちょっと違和感あるんですよね。それこそ無人対無人でいいじゃないかみたいな思うんですけどね。で、究極は無人対無人だったらもう戦争をやめようかって話になるんじゃないかなと思うんですよ。どうなんですかね、これはね。まあいろんなことがね、あの、起きて未来ってものにつながってるのかなと思いますけども。なんかね、 車もね、確かにナイトライダーは憧れの車でしたけどもあのこれはねあのマイケル・ナイトの役をやってるデビッド・ハッセル夫フが自分のギャグの YouTube でも言ってるんですけどもあのなんかねキットと話すんですよ「おいキット久しぶりだな」みたいな感じで「元気か?」みたいな感じで、うんうん、話すんですけども「最近の車はみんな喋るらしいぞ」みたいなこと言うんですよね政府の中でまさにそうですよね最近は電気ジャーまで喋りますからねエアコンまで喋りますからね言ってらっしゃい。